野崎チャンネル DeNA ベイスターズ交流戦優勝おめでとう。おめでとうございます。初優勝。本当そうですね。しかも一気にこの阪神とゲーム差詰めてすごいね。ねえ。一時ね阪神独走かっていう中で阪神がね7勝10敗1分けと。交流戦がちょっとね。でもやっぱり日曜日佐々木朗希に勝ったんでかかったね。だってロジェ4点取ってますもんね。しかも得失点率で、土曜日でも10点取ってたのよ、はい、で佐々木朗希にも4点取ったから、やっぱあの週末の、やっぱ得点劇がこの初優勝につながったね。しかも98年以来、その優勝っていう肩書が何もなかったらしくて、交流戦優勝でもめっちゃ嬉しいって、DeNA ファン の、あの柿原さんも言ってたから、でもこれを足がかりに、一回も分かんないね。そうですね。私やっぱ DeNA が優勝したんで、ちょっと DeNA から来てしちゃったんで今日。そうなの。はい。若干濃いね。ちょっと濃いかもしれない。あれ中日ちょっと近いかな。ちょっと日本ハム入ってるよね。いやちょっとそうなんですよ。今日決勝だからね。いやでも土曜日私見に行ってたんですハマスタ。そうなの。もうすごかった。もうほぼもう満員でめっちゃすごかったね、俺だって土曜日行ってたよ、横浜。あ、そうなんですか。そうそう、横浜スタジアムの隣のボートピア横浜っていうところでイベントしてた、ボートレースの。ボートレースのイベントだったんですか。でもよかったね、優勝ね。いやすごいですね、でこれでまたねレギュラーシーズンも分かんなくなってきますよね。そう、さあということでね、まあ、優勝もね、決まりまして、っていうかね、まだ今日月曜日だから、あと3試合残ってるからね、まだ今日今ね、6月19日、今日から予備日で、あと3試合、あと3試合残っててね、まあ、どこが優勝するんだろうね、まあでももう決まってるからね、今もう出てるからね、俺らのね、想像を膨らました、おめでとうコメントね、見てほしいですね。まあ、ということでね、こう交流戦ということで、まあ、もう終わったチームもあるんでね、あとまあ撮影の、あれも兼ねてっていうところで、あんまり変動なかったね。そうですね、結構接戦だったんでね、途中だって1位から最下位まで2ゲーム差とかだったから、ね、まあ、その中でもでもパ・リーグはちょっと動いちゃったね、順位がね。まあそうですね、まあ、まだ全部が終わってないけども、今現状オリックス1位、ソフトバンク2位、3位ロッテ、4位日本ハム、5位楽天、6位西武っていうところで、まあ、ロッテがね1位から落ちちゃったっていう、まあ、最後の最後でっていうところもあるけども、あれですね、こうパ・リーグって今ちょっと A と B でだいぶ差がついてるじゃないですか。そうだから A の中で入れ替わってるのと B の中で結構入れ替わってるっていうのがね、ありますよね。西武が苦しかったな、6勝12敗最後勝ったからよかったけどね。でも、まあ、借金が6個作っちゃったわけですよね、でも1位2位が平と高橋光の防御率だから。そうなんですよ、結果残してんだけども、やっぱ打つのがね、なかなか西武でいうと一番打った選手が渡辺2割7分6厘、なかなか苦しいよね。そう考えると定打席到達41決にダイヤモンド2人しか入ってないもんね。まあでもこの渡辺くんがまあちょっと出てきたっていうのは少しね、明るい材料ではありますけどね。あと長谷川とかね、はい、まあでもちょっと今年は俺2位予想してんだよ西武。そうですね、台風の目って言ってましたからね、でも本当に台風だったわ。もうそうですね、まさかあの人がいなくなると思わんやん、いる前提の会話だからね。まあそうですね、ホームランの数とかだいぶ変わってきますからね、でもなかなかちょっと厳しかったね、あとヤクルトも厳しかったな。ヤクルトがこんなにね、ヤクルトもあと1試合あるから、あれだけどもし負けたら、西武とともに最下位だからね。そうですね、6勝12敗になっちゃうってことですよね、そうヤクルト、やっぱ村上がな、はい、まあ、ホームランだけなら打ってるけど、やっぱ全体的に厳しい、あと先発がおらんわ、まあ、小沢頑張ったけどね、でも全体的にちょっと先発が苦しいな。でもなんかすごいですね、去年と、去年だって14勝、はい、優勝ですもんね、14勝5敗で、はい、14勝4敗か。もうダントツ交流戦で突き放しましたもんね。だったけど今年は逆に苦しかったな。先発とかそんなに人変わってなくないですか。いやでも高橋奎二もいなくて最後ちょっと出てきてまだ状態上がってないし、でそこがいないのと、他ってそんなに投げてんのが小川、高橋奎二最後、でサイスニード、
でピーターズで小沢とか石川雅紀さんが、うん、何言ってとあと高梨とかね、まあ、なかなか苦しくいね去年もそこまででもいたわけじゃない中、まあ、でも村上選手が打ってたっていうのはカバーできないからねで塩見もいないしねそうだ塩見選手いないの大きい、うん、で長岡がちょっと湿り出し、ねうん、で村上のエラーが10個とリーグワーストだから、ねうん、ミスで失点も多いしねそっかいやなかなかヤクルトこっからの逆襲苦しいね中日援護援護なかったねいいところを見せるけど最後日本ハムに3連敗痛かったね、はい、ドラゴンズは、うん、まああと1試合残ってるからね楽天とね、うん、ありますからねどうなるのかっていうところでこう勝って借金3で終わると全然違うからね阪神がまさかの7勝10敗1分けねいやこう負け越すと思わなかったですねこれでもねもう簡単なのよ、はい、原因は、うん、村上と大竹で勝てないから結局セ・リーグの時は村上と大竹で勝つから連敗しないのよ、はい、カード分かれてどっちが勝つから、はい、それが両方勝てないから、うん、で結局連敗しちゃうじゃんそうですね村上と大竹が勝ってないもんな、うん、この交流戦村上交流戦は1勝2敗2敗ですよね西武に1回勝ってて、うん、で大竹が0勝1敗、うん、だから1回も勝ってない本当だそうだだってこの大竹と村上で交流戦6試合やって1回しか勝ってないのよそれまでほぼ勝ってたのよレギュラーシーズンだってそこまで大竹投手負けなしでしたもんねそうそうそうでその中で交流戦台頭してきたのがこの才木ね、防御率史上4人目、はい、0.00、うん、でもう3試合投げて2勝だから1回勝ってないじゃん、うん、援護がなかったってことですよね、うん、そう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 だからそういった意味でやっぱり村上と大竹で勝てなかったのがやっぱり痛いよな、うん、そうこれがもう完全に順位を落とした結果だってあとは、うん湯浅がね、打たれちゃってっていう、うん、2試合ぐらい、ね、そうだね ありましたからね、うん、でも広島カープ頑張ったねあ、今年勝球は5割、うん、まあ十分やろあんなにちょっとやらかしてる試合も多かった中で5割は大げさ言ったらカープも優勝争いしててもおかしくなかったからね、うん、ちょっとね、7、8、9バーッとつくっていうのがあって、はい、あと広島、日本ハムがね、うん、まああと1試合あるから5割になるのか貯金2になるのかっていうね、うんはい、まあハム交流戦でも歴史的にいいからね、はい、その交流戦の相性がねあそうなんですねそうだよだって交流戦も優勝もしてるし、はい、そっかもともと交流戦成績自体ハムいいからね、はい、で楽天あと2試合残してるから、はいまあ、11勝ね7敗になる可能性もあるけども、うん、いやでも良かったです本当にだから楽天ハムはね、うんまあ、貯金を最低でも作れたら終われたら最高だね、はい、あの交流戦、うん西武が落ちちゃって、はい、でロッテも落ちちゃって、うん、でソフトバンクとオリックスがしっかり貯金作って4やっぱ山本由伸投手はさすがの3勝0敗ですねさすが山本やな、はい、山本若干休んでたけどあの休みが良かったな、うん、ちょっと発熱かなんかしてね防御率も 0.38 ですよ、うん、休養が良かったね、うん、あとやっぱりあの交流戦活躍する山崎幸也で、ね、バッティングがいいねそう毎年バッティングいいって言われるけど本当にやっぱりタイムリー打つんですねえぐいもう代打山崎幸也いけんちゃう、うん、自分で援護レギュラーシーズンももう代打う、ねうん、途中で代打おらんけど山崎行っちゃいなよみたいなちょっと二刀流期待しちゃいますね、こんなに打つしかも本人も自信持ってるしね、はい、しかもあのプロ野球ニュースでも坂口が明日の試合の注目は山崎幸也のバッティングですとかって言ってよく見てますね言ってましたねでそれをな、うん、だからそうやって言われる中で結果残してることがすごいよね、はい、そうですねしっかりねでまたこれ頓宮ねはい頓宮が頓宮いいな、うん、やっぱり頓宮のやっぱりこの、うん、宮がどんどんでかくなっていって、はい、でこの間それ言ったら、うん、宮城くんも入れてくださいってお城ねお城だから宮とお城両方ありますから、うん、そうそうそう、うん、えぐいのよ、はい、だからあれだね伊勢神宮みたいなもんだねもう宮城よ、いろんなもん宮城、はいはい、で頓宮も、ね、栄えてんな、うん、オリックス村そうですね大自然の中にね、うん、でどんどん出てくるしな、はい、島が中の島がちょっと今いない状況ですか、ね、水本さんが今ね、はい、中の島ちょっと枯れてるから、うん、水本さんが水バシバシやって、はい、今潤してるのに青々してる今休養中交流戦もねいい感じになりますからねヘッド角に水があるっていうのはやっぱり、うんはい、水がないとね、うん、やっぱ大地育たないからねそうです人も生きられないですから食べ物よりも水がないと人って生きられないわけですからねそう考えたらいい形でね来てるね、うん、ゴンザレス何マーウィン・ゴンザレスマーウィン、まあ、カツじゃないカツウィンカツだからちょっと縁起のいい名前です ねでもオリックスソフトバンクやっぱりでかかったね、大きかったね、この交流戦ねそうですね、うん、いい形でっていうね、ところではまあでも近藤4割1分3厘で近藤復活してきたねはい、うん、ちょっと大
大丈夫かなって時ありましたけどね。だからやっぱり上位に来てるところは、うん、トートバンク近藤で DeNA 牧3割9分4厘、はい、岡本が3割8分3厘、うん、オリックス栗林3割7分7厘、楽天、ね、浅村3割6分8厘、うん、できました。で岡島3割6分4厘、うん、頓宮3割5分9厘、大郷が3割5分8厘、楽天が3人もいる。で宮崎3割4分6厘、うん、で広島西川が3割4分3厘だから、やっぱ上位に来てるところはもうこの10決にめっちゃ入ってるもんね、はい、打つっていうところがね。交流戦でも3割超えてる人多いですね、うん、でも中日も岡林が3割3分8厘で12位、福永が3割1分4厘で14位なのに、うん、だから打ってるのはいるけど点の取り方がやっぱり上手くないんだよ ね、 そうですね、ドラゴンズはね、うん、まあ、やっぱりそう思うと、うん、ヤクルトと西武がこのやっぱ10決とか、ロッテなんて30決入ってへんからね、誰も。え、本当だ、ロッテ入ってない、うん、え、入ってないチームあんの？ロッテと阪神、阪神入ってないよ、阪神とロッテ入ってない。あ、本当だ。だからやっぱ30決に入んないと落ちていくんだね、やっぱり。こうやっぱりヒットやな。そうですね、あ、まあホームランとか打点とかもあるけども、うん、でやっぱ阪神はきつかったな。だから阪神はレギュラーシーズンにこれを引きずらないといいですね。そうだね、うん、やっぱこのエラーな、このダントツ1位やもんな、交流戦で。ピッチャー才木が頑張ったんだけども、ピッチャー防御率いいんだよ、村上も阪神いいんだけども、やっぱりその打線との絡みが悪かったんだろうな、うん、あとやっぱり逆転負けっていうね、うん、でバウアー頑張ったね、 1.50、 はい、うん、いい感じでね。しかもバウアーなんか客席から見てたとかね、もうあんなん言っちゃダメだよって。それなるの分かってんじゃんっていう。佐々木朗希何気に 3.32 だからね、交流戦4で取られましたからね、うん、防御率、うん、打ち崩した DeNA がすごかったですけどね、うん、で DeNA がすごかったね、はい、打線爆発でした。でも、うん、でもここからどうなるかだね、はい、順位的にね。レギュラーシーズン、この交流戦をきっかけにレギュラーシーズンがどうなってくるかっていうのが楽しみですよ、うんうん、あと巨人も一気に貯金作ったしな、はい、この交流戦でね。巨人めっちゃ勢いすごかったですね。やっぱそれはやっぱ丸坂本が打ち出したから、うん、これもでかいよな。あの2人が全然打てへんかったからな、うん、そういったところではまあ大きかったっていうところと、うん、山崎伊織と、うん、あと横川とかもその若いピッチャーがね、うん、いい感じで打ち出したのと、まあ、秋広も良かったし、はい、でもやっぱりちょっとリリーフバタつくよね、うん、PD 後ろにあってなんとかしようって感じはあるけどね、うん、あとあのメンデスも良かったしな、うん、次まあどうなるのかっていうところはあるけども、やっぱ坂本と丸が大きかったね、はい、これ復調してきたっていうところがね。一番坂本をやっぱ対戦してて嫌だったもんな、うん、やっぱり上位6位までに入ってるチームって、うん、なんか打線で爆発した選手が多いよね。多いですね。あと復調してきたとか、うんうん、楽天だってね、浅村打ち出してきたし、はい、あと小郷とかね、はい、岡島ね、うん、いい感じのバッティングっていうところが出てきたんで、それも良かったし、はい、日本ハムでもね、うん、まあ、加藤とか、うん、あと万波ね、はい、っていうところも、あとマルティネスね、うんうん、いい感じで、うん、あの上がってきたし、やっぱ下位に行くチームにほどなかなかこう打線のね、ブレイクした選手がなかなかですね。中日とか細川とかブレイクしたけど、じゃあ細川、福永、岡林打ってんのに、はい、負けるっていうのかな。どう繋がらないんですか、細川選手ずっとシーズン序盤から打ってるじゃないですか。だからやっぱ繋がらないのと、得点チャンスは作ってるけど得点しきれてないっていうところもね、あとやっぱ最後の日本ハムのね、はい、3連敗痛かったなっていうね。そうですね。まあでもここからね、ちょっとショーブレイクで、うん、まあまだちょっと続くけどね、はい、まああの交流戦ね、うん、あのまあもうこの動画が出る時には優勝チームが決まってるってことだけどね、はい、どうするんですか、あの予備で撮ったの出すんですか。これから出ます、お化けで。お化け、はい、だからソフトバンクと、うん、楽天 DeNA、はい、どこが優勝したか分かんないですけども、今分かんないですね、はい、頭で優勝したチームね、はい、おめでとう動画出してますけど、ここからおまけで、はい、その他の2チーム、はい、優勝できなかったチームの優勝バージョンもありますから、はい、気分を害されるっていう可能性がある方、はい、見たらイラつくっていう可能性がある方は、はい、もうこの時点で動画をストップして、そうですね、はい、やめてください。ここでやめといてください、はいはい、あと見ても冗談で見えるよっていう人はぜひまだおまけもあるんで、まあ、どんな話したのかっていうのね、そうそうそう、結構面白いかもしれない、ね、架空ね、はい、架空ね、はいはい、見てください、はい、ということでレギュラーシーズンね、はい、帰りますから、この交流戦のね勢い保ったままいくのか、うん、交流戦でね負け越したところはそこからね盛り返しになるのかっていうところで、はい、まあ、オールスターまでのね、うん、半分どうなるのかね、ぜひ楽しみなんでね、はい、引き続き見ていきましょう、はい、ということで交流戦ね、皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。ソフトバンクホークス交流戦優勝おめでとう。何回優勝するの？本当ですね。ほぼ、しかもちょっと沈んでたと思ったら、うん、最後怒涛の追い上げで、はい、まあ、最後待つだけだったけどね、うん、まさかの DeNA が日本ハムに大差で負けちゃって、はい、得失点率で上回っちゃうっていう、うん、
ね、なんかでも去年はレギュラーシーズンでその、うん、スレスレのところでオリックスに負けたじゃないです か、うんうんうん、なんかもうそれ取り戻した感じです ね。しかもあの最後タイガースに9対0あれでかかったね、はい、あそうですね、あれなかったらダメだったからね、ドドン7、8、9で5点、2点、2点だからね、はい、だから何勝何敗ってめっちゃ並んでる得失点がこんなに大事になってくるとは思わないじゃないですか、うん、だってソードバンクが高い得点失点率あったから、うん、もう巨人とオリックスはソードバンクに負けてるからもうね勝敗は一緒だけど、そうそうそう、でも最後柳田があんなに絶不調なのに周りが大活躍して、まさかの結局はでパ・リーグが今年はあの勝率も上回ってね、セ・リーグよりすごいね。いやそうですね、逆転するか普通。いやそう思うとなんかソフトバンクってやっぱりこう層の厚さとかなんか人いるんだなっていうのを思っちゃいます ね。バタバタしてたからと思ったけどね、終わってみたらね、はい、結局ソフトバンクみたいな。いやそうなんです、ね、でも DeNA 勝負弱いよね。いやいいとこまで来るんですよね、最後勝っときゃいいし、はい、しかもね、うん、2点差以内だった負けても、はい、いけたのに、うん、やっちゃうっていうね、はい、パターンが、ね、まあでも本当にそこ勝てばもう単独で勝敗でもう完全にね1位だったんですけど、ね、でもそういう時にやっぱり日本ハムやな、やっぱ日本ハムかき回すね陳情野球がそうですね、かき回す、ちょっと後半戦ね鍵になるかもしれないけど、はい、いや結構ね日本ハムこう来てますからね、勝負弱い DeNA はこれ勝ちきれないって、だからまあなかなか優勝っていう言葉がついてこないね、こっからのこの弾みがね優勝欲しかったけどね、はい、ちょっと終盤どうなるのかっていうね。東北楽天ゴールデンイーグス交流戦初優勝おめでとう。いやもう、いや可能性あるのはそれはもうみんな知ってたよ、うん、ソフトバンク、はい、DeNA、うん、楽天もまだ可能性あるっていう、はいうん、でも条件厳しすぎて、二十何点取らなきゃいけないわけでしょ、はい、2試合で、うん、まあまあほぼ不可能じゃん、はい、それを可能にして、うんはい、おごがすごいね。いや本当にいきなりあのライトフライ落としてた、はい、涙が懐かしいね。いやあの試合から楽天めちゃめちゃ調子上がってるんで、うんね、岡島そう小郷、うん、辰巳も打って、うん、浅村も打つわみたいなね、そうそうそう、みんな徐々に打率上がってきてるんで、ミスも少なくなってきてね。そうなんですよ。で大爆発で20何点取って、うん、で得失点率で上回っちゃうっていうね、うん、いやちょっといやもう楽天ファンからするとですよ、うんうん、もう序盤のレギュラーシーズンなんて、うん打てない、つながらない、うんまあ、得点はホームランでしか取れないみたいなこと言ってたじゃないですか、うん、ミスも多い、うん、いや、なんかチーム変わってきたな、うん、みたいな。これちょっとなんか雨で流したのが、うん、いい傾向になってるよね。いや、ほんとそう目標もできてね、うんうん、で、これで後半戦、勢い乗って、うんはい、行ったらまだ分からんな。いや、今までは夏に失速してましたけど、ああ今年は夏から最初失速して、逆パターン、はい、ほう。でもそれの足掛かりとしては、はい交流戦初優勝、うん、でかいね。大きいです。だってね、パ・リーグはさ、はい、ソフトバンク、オリックス、ロッテ、はい、で日本ハムが交流戦優勝してて、うんはい、あと楽天と西武だけが優勝してなかったんだよね、はいうん、これだと西武だけになって、そうですね、楽天もいや歴史に名を刻みましたね、はい、しかもまさかのね、うん、こんな言い方したらあれだけど、はい、優勝すると思わんかったけどね。誰も思ってない思ってない、ねはい、これ逆襲のイーグルスあるね。もうだってよくて5分まあ行ってくれたらいいな、レギュラーシーズンまたねどんどん離されないといいなぐらいでしたから、うん、それがね11勝7敗、はい、貯金4作って、うん、まあ並んだけどね、はい、全部並んだけども、うん、最後まさかの大逆転で、あんなに点取れなかったチームが点取って爆発してね、うん、いや可能性あるね。いや分かんない、野球で何が分かんないね、分かんないね、それが面白いですね、うん